浦森林鉄道は、かつて、長野県稲市長瀬地域で運行されていた、林野町長野営林局稲営林所の森林鉄道。現在の稲市長瀬杉島の岩入から南へ、三部川に沿って上流へと路線が伸ばされた。期間7 6 2ト、mm、ル。以下突起なき場合、近代海産国有林森林鉄道全データ、中部編による。かつて活躍していた。 ディーゼル機関車統治の森林は赤石山脈を林と呼ばれ、安土桃山時代の天正18年に飯田を治めていた毛利氏によりお囲い林が設けられたのが始まりである。伐木の搬出手段としては、江戸時代から明治にかけてイカダ流しが用いられ、大正からは川関となり、昭和になって森林鉄道による陸運へと変遷した。1939年、 小瀬戸に裏伐木所が開設され、裏国有林の伐採搬出が本格的に開始された。木馬道及び森林鉄道の敷設が進められ、1941年に杉島から小瀬戸までの1 0 5トルが開通し、森林鉄道による木材輸送が始まった。1945年度には荒川まで延伸。 1951年から1952年度には荒川支線としてその先の北荒川まで延伸された。起点となった杉島より奥は交通が著しく不便で生活に必要な物資は馬の背に乗せて運搬していた。このため森林鉄道が開通すると地元住民はさすがご両輪と感激したという。1945年。 人想定期便が運行を開始。1952年に乗客として乗車した人物が、残した手記によると、当時一般の乗車は、御小淵まで可能で、潮見岳への登山客や釣り客などに利用されていた。ただし、事故が発生しても責任は、取れない旨の注意書きがあったという。1946年、杉島に製材所が開設。 延べ92坪の敷地に建築面積74坪の工場と同24坪の倉庫があった。建材などを生産するとともに残材を焚き木などに加工して販売していた。1947年頃の木材生産量は年間2から3万国に達しており、製材所の生産量もピーク時には年間5000国に上った。百五十七年にチェーン層を全面的に 導入し、1958年には車両にエアブレーキが導入され、生産性と安全性が向上した。しかし、1959年8月に襲来した台風第7号により、杉島の貯木場や製材所が流出。施設は閉鎖され、水田へと変わった。また大曲がり橋の流出など路線への被害も甚大で、同年が荒川支線は廃止された。 1961年6月の梅雨前線豪雨、通称36災害では再び被害を受け、鉄道から自動車への切り替えが加速。1964年に全線が廃止された。森林鉄道の運行中、カーブなどで車両から振り下ろされたり、車両と共に転覆するなどして、乗員、乗客が死傷した例は数多い。また、 地元の子供たちが誤って停車中の車両のブレーキを緩め、暴走した車両にひかれるという事故もあった。ありがとうございます。